太平洋戦争最後のエースパイロット菅野直志は米軍からイエローファイターと恐れられていた。飛行学生の頃から勝手に宙返りを覚えるなど射撃も操縦も天才的な腕前だった。荒い操縦で航空機を何機も破壊したことからついたあだ名は菅野デストロイヤー。敵の上空から背面で垂直降下し真上から銃撃する豪快な戦法を編み出した。太ももに銃撃を受けた時には表情も変えず麻酔なしで摘出手術をした。ルバング島に不時着した時には俺は日本のプリンス菅野だと言って原住民と仲良くなった。酒を飲んで騒ぎ司令部から怒られたが明日の命もわからない搭乗員に何を言うと怒鳴って黙らせた。1945年8月1日、機銃弾が暴発し諸君の協力に感謝すと言い残して戦死した。